私の強みは行動力があるところだと考えています。行動力じゃないんじゃないかな、うん、皆さん忘れがちなので松本さんだけじゃないんですけれども、どうも新大リーメンバー独協大学英語学科3年の高橋静香です。本日は自分の強みがわからないという学生に来ていただいて自己 PR をしていただくので、そのフィードバックを土井さんにしていただこうと思います。私は2012年に慶応を卒業し、その後 P&G でマーケティングの仕事をしていました。その後ですね、外資就活 .com やワンキャリアさんに入らせていただいて記事の企画等を担当し、その後ですね、確実内定という就活の本を出してます。皆さんの就活のお手伝いができればと思いますので、よろしくお願いいたします。土井さんの確実内定の改訂版も出版されましたので、下の概要欄にあるので皆様ぜひチェックしてみてください。では早速自己 PR の方を始めさせていただきます。今の就活の状況をまず初めに聞いてもいいですか？はい、サマーインターンに志望者補助を参加し、来年度は自分休学したいと考えているので、今は就活としては面接とかをしていない状態です。面接とかっていうのは結構通過率は高かったんですかね？面接をそもそもしたことの回数自体が少ないので、その中でも半分ぐらいしか通過率はなかったのかなと考えています、うん、通過率が低かった原因とかって自分で分かったりしますか？自分の中での強みがやっぱり相手に刺さらないことが多いなとはすごい感じていました。じゃあ今回自己 PR をしてもらって、そのフィードバックをしてもらいつつ、隼人さんが自分の強みをうまく伝えられるようにしていきたいなと思っております。はじめにどういう強みを伝えたいとかって聞いてもいいですか？はい、行動力があるという強みを伝えたいと思ってます。じゃあ土井さんにはぜひ面接でここがちゃんと伝わっているのかっていうところを。はい、では今日よろしくお願いします。では次の方どうぞお入りください。失礼いたします。はい、どうぞおかけになってください。失礼いたします。今日はよろしくお願いいたします。では早速ですけれども、自己 PR をお願いいたします。はい、私の強みは行動力があるところだと考えています。学生時代に自分を変えたいという思いから1ヶ月ほど留学に行ったことがあります。はじめは会話をすることが難しく、話しかけることすらできませんでした。そこで会話をすることが難しいのであればと思い、積極的にゲームに参加しコミュニケーションを取ったり、自分の中で人に1日に5人以上話しかけるというノルマを達成し、人に話しかけることができないという自分の短所を改善していくことに努めました。その結果、僕は行動を先行させることで人は変われるんだということを体感し、今では未知のチャンスがあれば積極的に取り組むようになりました。私はこの経験を生かし、仕事でも苦難を乗り越えていきたいと考えています。はい、ありがとうございます。ぜひ自己 PR の中について詳しく聞いていきたいんですけれども、はい、例えば最初の頃って語学力ってどれぐらいだったんですか？語学力も本当に日常会話もできないレベルでした、うんうん、その状況で結構そのチャレンジするっていうのは勇気がいったと思いますけど、はい、原動力は何だったんでしょう？やっぱり本当に自分が人に話しかけられないことがすごい短所だったので、環境を変えて自分を変えたいという思いがすごい強かったです。はい、そういった中でどういった成果を具体的に留学先で発揮されましたか？やっぱりもう環境に合わせるしかないという自分のマインドだったので、周りの人がすごい話しかけているのを知り、僕も真似しなきゃいけないなと思い、話しかけなきゃ変われないということだったので、もう積極的に自分から話しかけるように努めました。はい、ありがとうございます。でその結果、例えば成績とかに影響があったんでしょうか？成績というよりも日常会話としては英語力、語学力は上達したかなとは思ってますし、その後に受けた TOEIC のテストとかも点数は伸びたので、語学力、英語力の方でも向上はしたのかなと考えています、うん、具体的にどれくらい伸びたんですか？もともとが本当にその時高校生の時だったんですけど、本当に330点とかだったんですけど、はい、100点ぐらいまで伸ばすことができました。倍にしたわけですね、はい、それは素晴らしい成果ですね。ありがとうございます。と1ヶ月で TOEIC を倍にするっていうのは相当稀有な成果だと思いますけれども、そこで自分がこれを頑張れたからだと思うのはどういったとこですか？やっぱり元々の基礎がなかったので、その基礎のところを、うんうん、その話すことによってその自分の中で整理したっていうことが一つなのかなっていうところと、うんうん、やっぱりその
言語化することによって頭の中は整理されたので、その中でも文章を書き起こすことによって、まあ、その頭の中がすごい基礎の部分が整理できたのかなとは思っています。はい、ありがとうございます。ちなみに自己 PR 行動力でおっしゃってますけれども、はい、大学時代は別の経験で構わないので、はい、行動力を発揮した経験ありますでしょうか。それこそ自分見た目がすごいコンプレックスがあったので、見た目がコンプレックスなら見た目が変われるようなその環境に変わろうと思って、大学時代にミスターコに参加したこともあります。そこで自分の容姿について常にその自分に向き合っていかなきゃいけないので、その1年間自分のことを SNS で発信したりであったりとか、周りから見られる評価とかも気にしていきながら自分のことも変えられたと思っています。ミスターコの結果はいかがでしたか。全国大学ミスターコに出場していたんですけども、はい、全国の中でファイナリストに選考されて、その4位という成績も収めることができました。はい、ありがとうございます。ではですね、ここまでで自己 PR の質問を以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあまずはじめに今日の面接の感想を聞いてもいいですか。はい、面接したことがほとんど僕がなかったので、すごい緊張したなっていうのは一つの感想と、やっぱり自分の中で思っていることを言語化することがすごい難しいなと率直に感じました。はい、ありがとうございます。ではですね、早速なんですけれども、このまま行った場合は通るのか落ちるのか、丸と×で判定したいと思います。お願いします。はい、今のところ松本さんは落ちるかなという結果です。その理由について今から解説していこうと思います。はい、はい、まずですね、ものすごい成果出されてますよね。TOEIC1 ヶ月で倍で、ミスターコンファイナリスト4位ですよね。はい、最初に言ってほしかった、という覚えがあります。成果ありましたかって聞かれるまで、実はこんなすごいものをここに隠し持っていたんですがっていうのを披露していただけなかったのが惜しくてしょうがないです。その質問をもし面接官がしなかったら、この子は何の成果も出さなかったんだな、誤解されちゃう、めっちゃもったいないっていう風に感じました。そうですね、自分の強みがその伝わりづらいっていう部分、一番最初の結論の部分に持ってこれなかったのかなっていうのがすごい感じました。そうですね、例えば私は行動力がある人間です。高校時代は TOEIC を1ヶ月で点数倍にしました。大学時代はミスターコンファイナリスト4位になった経験があります。具体的に高校時代はって話し始めてたら、もうこの子めちゃくちゃ才能あるんじゃないってなったと思うんですよね。うん、なんか1個思ったのが、 TOEIC 倍にするのとかミスターコンで4位取るのとかって行動力じゃないんじゃないかなと思ったんですけど、強みの言葉ってもうなんかもうちょっといいのあったりじゃないですか。確かに自分を PR する言葉って探すの難しい